前回の動画では白い犬をシマウマに変えてみたんですけれども、今回はですね、逆にシマウマを白馬に変えていきたいと思います。このシマウマのね、ゼブラ柄もめっちゃかっこいいんですけど、やっぱりこうシマウマちゃんもたまには白馬みたいにかっこよくなりたいんじゃないかなと思って、今日はこのシマウマちゃんの夢を叶えていきたいと思います。で、今日この夢を叶えてくれるアプリはですね、 Adobe から出てる Photoshop for iPad です。前回の動画もこの Photoshop for iPad を使いました。今回も使っていきます。で、こういうフォトショップとかライトルームとか画像加工アプリはですね、だいたいレタッチツールっていうのがついてます。フォトショップ for iPad でいうと左側のツールバーのところの上から6つ目ぐらいのところかな、これレタッチツールです。で、このレタッチツール長押しするとレタッチツールとコピーパターンツールってこの2種類ありますので、今日はこの2つを使って、シマウマを白馬に変えていきます。で、まずはレタッチツールですね。修正ブラシツールとかとも言いますけど、この黒をなくしたいので、この黒の斑点を上からなぞってみます。で、そうすると、こんな感じで綺麗に消えてくれます。結構ね、この Photoshop for iPad の修正ブラシツールの精度がすごく良くて、軽くなぞるだけで本当に周りの情報を読み取って、周りの白みたいな感じで埋めてくれます、その部分を。で、どんどんね、こうやってなぞっていきます。で、これが修正ブラシツールで、こう、ビフォーアフターするとこんな感じです。すっごいね、自然に消えてるでしょう。で、これが修正ブラシツールで、もう一個コピーパターンツールっていうのを紹介します。で、ここ長押しすると右側にコピーパターンツールがあるので、これ選択して、で、これの使い方は、狙ったところと全く同じものを違うところにも塗れるっていうものなんですけど、ちょっとわかりにくいと思うのでやってみます。一番下のところにタッチショートカットっていうね、丸いボタンみたいなのがあるので、これを押しながら、白いところを選択します。ポチって。で、そうするとね、ターゲットポイントみたいなのが出てくるので、その状態で準備 OK です。で、そしたら、この黒いところをですね、なぞります。で、そうすると、こんな感じで、ターゲット、さっきのポイント打ったところと全く同じクローンを塗ることができるんですよ。わかりますかね？ちょっとね、黒とか見えちゃってますけど、全く同じものをコピペしてるような感じです。これがコピーパターンツールです。で、まあこんな感じで白いところのポイントを打って黒いところを潰していくっていうのをですね、ひたすらやっていくと綺麗なシマウマから超かっこいい白馬になっていくので、ちょっとここからガシガシやっていきます。で、ちょっとやりながら余談なんですけど、皆さんにお知らせがあって、私ですね、今年の Adobe Max 2020年にスピーカーとして出演することになりました。Adobe がやってるすごいでっかいカンファレンス、毎年やってるやつなんですけど、それに今年出演します。今年はオンライン開催なので、誰でも視聴できる、カンファレンスみたいになってるんですけど、10月の21日から10月の23日ですね、に Adobe Max があって、私が、出演します。何で出演するかというと、イラストレーター for iPad ですね。iPad だけで全て完結ということで、デザイン術を皆さんに教えたいと思いますので、ぜひオンラインで視聴できるので、また詳しい詳細があったら、お知らせします。一応概要欄の方にも載っけておくので、よかったら見てみてください。はい。で、この顔のあたりですね。めちゃくちゃ難しいです、ここ。黒い線がめちゃくちゃ密集してて、白の部分でね、スポイト取るところがなくて、かなり苦戦しました。ちょっと皆さんもね、概要欄に、この画像のリンク載っけておくので、チャレンジしてみてください。めっちゃ難しいです。ちょっとなんとかこのコピーパターンツールで、いろんなところから白の、素材を取ってきて、で、黒を塗りつぶすっていう感じでやっていってください。で、もうちょっと荒技なんですけど、ブラシとかでもう白で塗っちゃってもいいと思います。もう塗り絵みたいな感じになってますけど、ガシガシちょっと白馬を見ながらですね、写真で白馬を見ながら、こう白馬になるように願いを込めて書いていってください。はい、で、本日最難関、鼻です。鼻はね、難しいですよ。白馬って鼻白いんですよね。全部白いんですよ。で、口のところも全部白くて、ここを塗りつぶしていかなくちゃいけないという感じで、なんとかこう白の素材を取ってきて塗ってください。
まあ、あの女性のメイクと似てますよね。あの女性もこうくすみとか全部ファンデーションで消しちゃって塗りつぶしちゃうと思うんですけど、まあ、そんな感じでこのね、あの鼻のところのくすみを白で塗りつぶすような感覚で塗っていってもらえればいいと思いますね。なので女性の方が得意かもしれないですね、こういうのは。あの女性の方はメイクするような感じでこう口を塗っていってください。ここまでできたら、あの、さすがにね、ちょっとのっぴりしてるんで、あの、フェイスシャドウとハイライトを塗っていくような感じで、白と黒でね、こう、立体感をつけていきます。はい、じゃあもうちょっとで完成です。最後ね、ちょっとトーンカーブっていう、最近 Photoshop for iPad に新しく搭載された機能を使って、ちょっとね、明るくして終わっていきたいと思います。このトーンカーブっていう、こう、曲線をね、いじれるツールがあるんですけど、これでちょっと S 字カーブを描くような感じで、線を描くと、こう、ちょっと明るくなって、影のところはしっかりコントラストがあるような感じになっていくので、トーンカーブで最後仕上げです。はい、じゃあこれで完成になります。どうですか？めっちゃかっこいい白馬になりました。ビフォーアフターがこんな感じですね。どうでしょうかね。シマウマが白馬になるとこうなります。はい。ちょっと足が短いね。はい。足伸ばすツールとかね、できればいいんですけどね。ちょっと歪みツールはまだ Photoshop for iPad には搭載されてないみたいなんですけど、今後期待ということで。はい、ということで皆さん面白かったらぜひいいねボタンをお願いします。で今日絶対に覚えてほしいのはレタッチツールですね。修正ブラシツールとコピーパターンツール、ぜひ皆さん覚えてください。はい、ということで次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。